はい、こんばんは、山陽と申します。さあ、今日はね、エゴマキ、決定調査シリーズ2024、今日は、見ていくのはですね、V ドロックスになっておりまして、まあ、もう予告みたいなもんですけど、多分ね、今日のやつだけ、異様に短いと思うんですよ。それはね、非常に大きな理由があります。ということでございます。まあ、まず去年のデータをね、ちょっと見てみましょうかね。去年のデータからね、見ながら、ちょっと振り返りをしてね、次にしないようかな、というところなんですけど、まあ、去年の、どこ行ったのか。まあ、ということでね、去年のデータなんですけど、去年はね、もう、すごくシンプルでした。4品目でね、全部13センチのやつで、538円というふうになってました。軽とかのデータは載ってなかったんですけど、でも538円で、3本買うと1402円になって、結構、普通だったら多分、3本買ったら、160円ぐらいになるんで、うん。あ、1600円ぐらいか。200円ぐらい遅くなるよっていう、キャンペーンね、やってましたよと、言ったことだったんですけど、4品目ね、贅沢恵方巻きに、キンパ風太巻きに、何でしたっけ？タルタルエビカツ巻きに、極太ヒレカツ巻きっていうことで、まあ、いわゆる、デリカ系のやつですよね。オンリーでっていう形で、まあ、もともとその、V ドラッグさん自体がドラッグストアで、寿司を作ったりするような、いわゆる、生鮮の、いや、設備が、基本的にないところで、セントラルで多分送り込んでやるっていう形なんだと思うんですけど、っていうことなんで、こういった感じですごくシンプルな形になってました。で、まあ、本格的な海鮮寿司とかだったら、バードの方でどうぞお越しくださいって言ったような感じなのかなというね、住み分けなのかなというところだったりしたんですけど、こんな感じでした。じゃあ、今年はね、どうだったかというと、こんな感じになりました。ドドンと。ドドンと。お気づきでしょうか。これ、去年ね。これ2023ですね。はい。5438円で4種類ね。うん。なんと、全く一緒です。今年6月だし。びっくり。なんね。なんとね。これね、ちゃんと、今年のやつですよ。これ、今年のね、東北道ってなってるじゃないですか。ね、ちゃんと、今年のやつに変わってるんですよ。うん。品目載ってるやつ、うん、全く一緒ということで、ね、それということで、詳細は去年のやつを見てくださいと言ったと思うんですけど、まあ、とはいえ、品目も書いてあるだけ、その具材のやつとかもないとか書いてあるわけでもないという感じなんでね。うん。まあ、お手軽に、絵本巻きはね、ありますんで、お手軽にこうした感じで、ね、3000円とかあって、で、相変わらずフリーで3本買うと、1402円と。これまた、セットの価格ももう一緒なんで、もう、全く、迷う人は、ないのかなということでございますね。よし。ということでございました。なのでね、そんなに、軽くない。いうところもあります。まあ、すごくわかりやすくてですね。なんなら、値上げしてないっていうのもすごく頑張ってますよね。やっぱセントラル加工で、多分その対スケールメリットを生かして、バローさんとのね、スケールメリットを、グループのスケールメリットをうまいと言って、やってるんじゃないかな、ということでございました。ということでございます。なので、相手も4点で、去年と一緒です。もう最高価格も最低価格も、評価価格も減ってもらいません。全部538と、いう形でございます。で、4点で、10センチ未満はないのかな、長さが書いてないから正直わからないっていうところですね。嘘ついた。長さを書いちゃったら約13センチってなってるので、いわゆる、コンビニさんで売ってる表巻きと、長さでしょ。幅が書いてないということでございますね。まあ、13センチあるんで、一応ハーフのこの、10センチ未満の方には入れてないよという形でございます。18センチ以上もじゃないよっていうことでございますね。になってますよってことです。で、多分その、自分のところでね、やったりとかするんじゃなくて、工場に発注してってやる金あるでしょ。ちょっとね、締め切りが早くて1月21日っていうことなんで、こんな感じで、まあ、ドラッグストアでね、一緒にね、買い出しもしたいし、ちょうどいいじゃないの。ね、V ドラッグさんだったら、冷凍食品も安いですしね。あ、すっごい安いですよ、V ドラッグね。そう。実はね、激安最近コスモスさんとかね、小杉直樹さんとか、できてきててね、結構そのあたりがね、冷凍食品とかの価格競争にね、参入してたりしてます。実は V ドラッグさんもね、冷凍食品本当に安いんでね、よくお世話になってますんで、これだったりとかも、いろいろね、組み合わせて使ってもらったらいいんじゃないかな。で、もしかしたら、
金がもっと育つところだと、またな、アイテムを増やすのかな。多分、基本的にはこれで、以上になると思いますんで、これでいこうと思います。またその辺もね、あれ、どこだったっけ、大課題の方にある、ところとかだと、結構デリカの設備とインストアでね、加工ができるような部分もあったりするんで、変わるかもしれないんで、その辺りはちょっと注目をしながらね、わざわざ大岡まで歩むまで、じゃあ見に行きますよ、という形でね、やっていきたいなと思ってます。ということでございますね。こんな感じでしたよ、ということでございましたので、今日はもうシンプルにこれぐらいでまとめさせていただきたいと思います。少しありがとうございました。あ、ちなみに、明日も短いよ。一緒にやっちゃおう。もう一緒にやっちゃおう。でもね、一回、一人一回って言う必要ないんですかね。ここからちょっと一回。さあ、ということでね、もう一つ見ていきましょう。次に見ていくのが、寿司の丸中さんですね。はい、これを見ていきましょう。カニセンさんのところに入ってるんでね、見えてる妖怪たちもありますよということで、丸中さんを見ていきたいと思います。相変わらず、なんか毎年そうですよね。丸中さんの方が先にコント出て、カニセンさんは大体、結構後の方から、チラシがでも予約受付を確かね、カニセンをやらないはずなんですよ。店頭販売オンリーで、その回大量に作ってめちゃくちゃ安いからね、安心してと。うちに金に気にしないと、いう形でね、ドカーンと作って、その金もめちゃくちゃ安いよっていうのはね、売りにしてるんで、基本的にこういうビラ配りとかがないはずなんで、ちょっと金瀬さんは、去年のデータから考察になってくると思いますけど、ちょっと一応今回はね、こんな感じでやっていこうと思います。データがね、取れたらね、ちょっと、なんかって取れたところなんですけど、バルチューさんの方はこんな感じで予約の結果もやってますんでね、そんな感じで見ていきましょう。去年はね、どんな感じだったかってね、から、まあ、ちょっと見ていきましょうか。去年は、こんな感じ。恵方巻き、うなぎ太巻きに、ハソエのハーフ、七福絵巻きのハーフと、で、さらに、海鮮福巻きのハーフ、ね、マグロの福巻きがありまして、っていうような感じで、このような感じ。恵方巻きは842円で、それ以外だと、高いところはこれから2354円のね、やるとかがあって、で、ネオウェービーとか作ってるよっていうところが、特徴でしたと。まあ、かなりやっぱ桜のね、水産屋さんなんでね、本格的なやつになってるなという、ところでございましたね。で、今年はどうなってるかというと、ざっと見てみると、品目は変更なしかな？全く変更なしかな？品目は全く変更なし。ただ、ここはね、ちょっと価格変更は起こっておりますよということでございます。で、バッと見てみると、恵方巻きとうなぎ太巻きがちょっと値上げしてきてますね。910で842円なんで、108円。108.0 円ですね。値上げをしてますよ。はい、というところで。うなぎ太巻きも100円近く、108円、値上げしますよ、という形でございますね。だから単純にあれか、税抜きで100円上がったのかということでございますね。っていうことなんでね。まあ、どうしてもこればっかしはね、値上げ、原料高ってのがありますんでね、原価高が上がってますんでね、いたしかないところかなということになります。で、品目等は基本的に変更がないんですけど、細かいところなんですけど、エビが天然オービー、オービーってなってたのが、天然オービーでエビでしたね。が、大エビになってたなっていう、ところですね。まあ、多分ちょっと天然物での確保が確定しにくくなったっていうことなのかなということなんですけど、まあ、でもね、しっかりと大エビを入れてきてますよという形でございますね。まあ、そんなところでね、この辺はね、実は、価格は一緒ですね。七福絵巻きと、海鮮福巻きと、マグロ福巻きは、実は、価格は変わってなくてしね、っていうところなので、結構、そのあたりから入ってるなというところでございますね。で、他にもいろんな、店頭で、ほこまち、ちゅうまき、おじじまきなどを用意する予定ですよということでございます。まあ、いつもこの形ですね。ワルキューさん。予約で受付するのは、この、人気どころになりそうなところ、目星をつけてということでございますね。まあ、やっぱしね、マルキューさん、お寿司のね、あれなところなんでね、欲しいところなんでね、今回もかなりいいんじゃないかなっていうことなんですけど、総合的に見てみるとこんな感じでしたね。2354円ということで、まあ、今回からね、最初の水産専門店のところなんで、やはり本格的なものってなると、ちょっと、お値段はね、変わってくるところがあるなというところでございますね。で、
恵方巻き価格は、570円。950円ということでございます。最低価格は810円。これ何だ？何の810円かな？うなぎ太巻きのハーフですね。で、810円がありますよ。そういうところでございますね。これは多分、お寿司屋さんなんで書いてないんですけど、多分18センチ近くだと思われるので、それにしております。で、半分が単純に半分の9センチという想定にしてるんで、一応7品目で、うち2品目が、10センチ未満、18センチですまんですけど、一応確定ではないです。ここに関しては推定ですと。ということだけ、伝えておこうかなと思います。でも、いつも見に行ったら、店頭で見に行ったら18センチのサイズだと思われるんで、バッと見てね、だいたい、その、寸尺のね、名簿を立ってね、現地調査してみると大体いつもそうなってるんで大丈夫だと思います。ということでございます。で、特に、ね、予約の締め切りとか特に書いてないんで、まあ、早めにね、言っといた方がいいのかなとは思いますけど、多分、まあ、先頭ね、当日用の分もね、マージン持って発注をかけてると思うんで、多分それだと思います。予約分だけで打ち切りにするっていうような予定ではないのでっていうことだと思います。いうことでございますね。まあこんな感じでございます。まあね、相変わらずやっぱね、これ、実はこれチラシも、来た時にちょうどね、中履き、うとったんで、食べてきたんですけど、また山田もぐもぐで上がると思いますけど、やっぱしね、美味しいんでね、ここはね、お寿司ね、美味しいところなんでね、注目でございますね、というところでございます。いうことでございまして、まあ今回も二つね、まとめてやっちゃいましたけど、こんな感じでね、勝手なところはね、まとめてやっていかないと、締め切り日まで全ての紹介が難しいんでね、そんな感じでね、やっていきたいと思います。ということで、この後はね、もうちょっと出てくると、次なんだ？マックスマッチ、13の方が出たら先に入れたのか、13の方が見ていこうかなという形でございますね。そんな感じでね、やっていきたいと思います。ということで、そう、まずね、今回はバードオーさん。シンプルコンビですね。去年と全く一緒。で、来た V トラックと、マルチューさんですね。マルチューさんは、この地域だと、三重県地域だと、どこだったっけ、日永の金線に入ってるのと、他にもありましたよね。マルチュー、寿司マルチューどこかにあったはずなんですけど、ちょっと、裏で調べます。マルチューは、どこにあったっけな。でも、あれか、比較岡崎の、ところとかなくなってんだ。全部検索。三重県だと、イオンの津か、津のイオン、桜橋のところと、北側の津ですね。津と、四日市は、日永か。いいか。いいかな。伊賀上野にあるけど、ここは一応うちの管轄会ですからね、今回。伊勢市にもある、伊勢市って何、どこにあるんだっけ？イオン伊勢か。伊勢のイオンで、インターを置いてすぐのところですね。あと、鳥羽はハローか。これもイオンですね。イオンの中に入っておったりとか。島は、アゴのイオンに入ってんだ。あ、このイオンに、もう一つ、ウワザのマックスバリューにも入ってるんだとか、このあたり逆に魚ね、美味しい魚、魚の下が超えてるんで、やはりこういった専門店が逆に強くなるといったところもあるのかもしれませんね。逆に言うとそれだけ、こういったね、海鮮強そうなね、伊勢島地方でね、しっかりと残ってるということはね、うん。やはり、人気にはね、自信ありだ。いうところでございますよね。ということでございましたよと。いうことで、まあそんな感じになってます。まあ、こっちの方だとイオンの通と、一応管轄だと、関西の品川にありますよという形で。他にもね、東海三県にいろいろとあるのかな。東海三県以外にはないのかな。愛知メインですもんね。という形ですのでね、そのあたりで、またチェックしてもらったらいいんじゃないかと思います。ということでございました。ということで、今回はね、これぐらいでね、締めさせて、いただきたいと思います。こちらありがとうございました。よし。